のは、イットのやつ、招待状を書くのにも代筆を頼むのかよ。ほんと、残念なやつというか。でも、新たき極上生成高校大祭典って名前は、結構かっこいいな。美味しいものもいっぱいあるかもしれない。離島に行ってみようぜ。それ。あれ、周りを見てもお祭りをやってるって雰囲気じゃないな。同心に聞いてみようぜ。何か知ってるかもしれない。何かお困りごとですか？ん？お祭り？お祭りが開催されるという話は聞いていませんが、もっと詳しい情報はありますか？例えば、そのお祭りの名前とか。新たき極上？極上生成高校大祭典だ。ああ、この前姿の彩り祭で騒ぎを起こしたあの荒滝派ですね。では、あの未認可の催しのことを言っているんでしょうか？未認可の催し？いやいや違うぞ。荒滝極上生成高校大祭典のことを言ってるんだ。ああ、いえ、そう何度も名前を言わずとも、状況は大体理解しました。その件について説明しましょう。確かに数日前、私どもはここで荒滝派の者を見かけています。彼らはここの景観を損なうようなものをあちこちに積み上げていました。ここで姿の彩り祭よりも大きな祭りを開催するんだと先頭に立った者が言っていました。あれが多分あなたたちの言う祭りのことなんだと思います。話を聞いてみたところ、彼らは催しの開催許可も会場の使用証明も持っていませんでした。奉行所で事前に申請すべき手続きにもそういった記録は一切ありません。明らかに未認可なものでしたので、私たちは規定に従い強制的にその催しを中止させたんです。え？強制的に中止？じゃあ、あいつらまさか捕まったのか？いえ、彼らはそういった経験が浅かっただけで、安全対策も一応用意していたので、そこまではしませんでした。簡単にその辺の決まりを彼らに教えて終わらせています。安全対策？あいつらも安全意識はしっかり持ってるんだな。もし荒滝派をお探しでしたら、天金島に行ってみてはどうでしょう。天金島はシャブ業が大小様々な祭りのために用意した会場です。その上、民間が主催する文化的な行事を育むことも目的としています。ですので、手続きも費用も最小限なものになっているんです。このことは荒滝派の人にも教えました。もし彼らに祭りを開催する気がまだあったら、あそこが一番適した場所でしょう。なんだか不安な気がしてきたけど、せっかく来たんだし、天金島に行って探してみるか。早く。よっ。
相手を間違えた。それ早く。さっきと同じだな。荒滝派の人はいなそうだぞ。ここはシャブ業の代行が管理しているはずだ。そいつに聞いてみようぜ。二人とも何か用かい？ああ、わかったぞ。君たちもあの荒滝極上なんとか大祭典っていうのに参加しに来たんだな。そうだ、ついさっき天領奉行の九条沙羅様と長野原花火屋の宵宮さんも来たんだよ。宵宮さんは花火を届けに来た際、彼らが会場の準備をしているところをたまたま見かけたみたいでね、興味をそそられたのか見に行ったんだ。九条沙羅様の方は一体何のためにここへ来たのかよくわからなかったが、オイラたちよりも先にここに着いた人がいたんだな。で、荒滝派のやつらは今どこにいるんだ？それが残念ながら最近は島に空いている場所がなくてね。だから彼らには北西の小さな浜辺を会場として手配した。もう少し早く申し込んでくれていればもっといい場所を用意してあげられたんだが、北西の方に向かえば彼らを見つけられるはずだ。やっと来てくれたか、マブダチ。ちょうどお前がいつ来るのかと思ってたところだ。来てくれて嬉しいぜ。俺様の会場を見てみろ。どうだ、これ以上いい場所はねえだろ。三方は海に囲まれ、空気も澄んでる。町の喧騒から遠く離れ、よそでは見ることのできない絶景を楽しめる。天金島を背にしたここは祭り文化の中心とも言えるだろう。極上のおもてなしと施設を独占できる好立地だ。さらに陸路も水路も利用できて交通の便がいい。徒歩や船であっという間に来ることができる。この会場を見た瞬間、俺様はビッときた。ここしかねえってな。あの瞬間、世界は大きく変わった。親分最高。絶対天領奉行の奴らに追い出されただけだよな。それより本題に入ろう。今回お前らに来てもらったのはもちろん俺様の新たぎ極上正々豪華大祭典に参加してもらいたいからだ。そしてこの祭典には大きな意味がある。俺ら新たぎ派の名を宣伝することにもなるから、今後仲間を募集するのに役立つって親分は言ってたぜ。それから忍の姉子の卒業をお祝いすることができるとも。あと資金不足で過去数回にわたって延期された団体活動の埋め合わせもだ。まさに大きな意味のある祭典だな。アキラ、最後の一言は余計だ。祭典つうのは宣伝すればするほど参加する人も増える。だから忍にはチラシを配ってもらってんだ。おい、忍は主役なんだろ。あいつが真面目に仕事しててどうしてお前らがここでブラブラしてんだよ。俺様だって真面目に真面目にお前らをもてなしてんだろうが。実は
親分はさっき帰ってきたばかりなんだ。お前らがもうすぐ来るかもしれないからわざわざ帰ってきたんだよ。親分も忍の姉子と一緒に頑張って客寄せしてくれてたんだぜ。おいおい、そう褒めんじゃねえよ。おい、虫使い野郎も真面目に働いてたんだな。珍しく頼りになるじゃないか。ふっ、サラともちびすけに話すことはねえ。それより兄弟、今回の祭典について何か聞きてえことはねえか。あの長野原花火屋の店主のことか。あいつはほんと熱くておしゃべりなやつだよな。天金島に荷物を届ける途中、たまたま俺らの祭典を知ったみてえだ。この祭典を気に入ってくれたらしくてお祝いに来てくれた。次は花火を用意してくれるとも言ってたぜ。今後は荒竹屋も長野原花火屋にちょくちょく顔を出した方が良さそうだな。それより兄弟、今回の祭典について何か聞きてえことはねえか。いろいろあんぜ。あそこの小さい丘が見えるか。あれは豪華峰っつって、あそこに立てば海に向かって自由に歌うことができる。このかがり火は炭で瓜を焼くのにぴったしだ。でこっちの箱は七星召喚をやるにも虫相撲をやるにもちょうどいい大きさをしてる。本当にいろいろあるんだな。だがこの祭典の一番の目玉は豪華菜園だ。ほらこれを見てみろ。お前らにこっそり教えてやる。これは俺様が秘密の仕入れ先から入手した縄文だ。とある有名な陰陽師が残した小鼓で、本来なら800万マラもする代物だ。だがその売り手はこのかっけえ俺様と彼女には縁があるっつって割引してくれた。たった80万モラでいいって言ってくれたんだよ。800万モラもするものが80万モラになるなんて、どう考えても騙されてるだろう。当然俺様だってそんな安っぽい手口には騙されはしねえ。この小鼓の縁が破れてることに俺様は一目で気がついた。つまりこれは不良品だったんだよ。そんなもんが俺様に縁があるなんて笑えるぜ。だから俺様はもう一度値切った。最終的に8万もらで交渉成立したってわけだ。本当に儲けもんだぜ。得したのは相手の方な気もするけど。それより牛使い野郎が8万もらも出せるなんて、そっちの方が驚いたぞ。たかが8万もらだ。俺様を甘く見るなよ。そのうちの2万は俺が出したけど、俺も。親分、なんで俺だけ3万なんだよ。2万、2万、そして3万。牛使い野郎、自分は一銭も出さずに子分から8万もらも絞り取ったのかよ。おいおい、お前どういう計算してんだよ。俺様だって残りの1万もらを出せる。せて食べんのはここまでだ。もうこんな時間だし、そろそろ白部のとこに戻んねえと。祭典はまだまだ始まったばかりだ。賑やかにするにはもっと人を呼ばねえとなんねえ。その小鼓をちゃんと持ってろよ。豪華祭宴を始める準備ができたら
元太に声をかけてくれ。そんじゃまた後でな、兄弟。俺は荒滝豪古祭で感想の募集を担当してるアキラだ。今回の祭りに対する感想を教えてくれないか。なるほど、感想は他には何かないのかって。別に話すことは特にないが、それに感想を教えてくれないかと、感想は確かに受け取ったとだけ言えばいいって親分に言われてるんだ。もし客からいつになったら意見を反映するんだと言われたら、しばらくお待ちくださいと答えればいい。他の催しでもみんなそうやってるって親分が言ってたぜ。いい部分だから真似したんだろうな。でもこれじゃあ客をごまかしているだけだと忍の姉子に言われた。で、姉子は俺に筆記帳を用意してくれたんだ。ほら、お前の感想もこれに書いておいたぞ。忍の姉子が戻ってきたら見せるつもりだ。俺は荒滝豪古祭の案内人の源太だ。豪古祭宴を始める準備はできたか。あ、そうだ、この小鼓だが、親分が一つ説明するのを忘れててな。俺たちみんな楽器には詳しくないから、始める前にお前が調整した方がいい。そうすればより美しい音が出るはずだ。さあ試してみてくれ。俺は新た豪古祭宴を始める。よし、
Thank you.
俺は、ん？俺の仕事が、俺の仕事はここで熱気に包まれた雰囲気を作ることだ。そうすることでこの祭典に来た人を最高の気分だぜって気持ちにさせる。どうだ？そういう気持ちになってくれたか？おいおい、そんなこと言わないでくれよ。そう冷たくあしらわれたら俺のやる気がそがれるだろ。まるで俺の仕事に意味がないみたいじゃないか。親分のダチとして親分の代わりに俺を鼓舞してくれないか。頼む、あの言葉を言ってほしい。最高の気分だぜって。おお、よかった。それこそ俺に対する一番の評価だ。さあみんな音を奏でろ。踊らにゃ損だぜ。新滝豪古祭で感想の募集を担当してるアキラだ。今回の祭りに対する感想を教えてくれ。なるほど。え？他には何かな？それに感想、もし客から他の模様でも、ほら。